秋篠宮ご夫妻がイギリスを公式に訪問されるのは今回が初めてで、ご夫妻は午前8時半ごろ、次女の佳子さま、長男の悠仁さまに見送られ、お住まいのある赤坂御用地を出発されました。ご夫妻は羽田空港で宮内庁の西村長官らの見送りを受け、午前10時前、政府専用機に乗り込まれました。秋篠宮ご夫妻は5日にロンドンのバッキンガム宮殿で開催されるチャールズ国王主催のレセプションに出席されるほか、6日にウェストミンスター寺院で行われる国王の戴冠式に参列されます。またご夫妻は日本大使公邸で現地で暮らす日本人とも面会される予定です。